いろんな曲を生んでもらってますけど、はい、まあ、なんといってもね、大きいノクタンブギ的に大きいものといえば、うん、山下誠一郎くんと そう作った今宵はブギラップ。よく皆さん賛同してもらえたなって。いや、ありがたい。そう、それじゃできなかったからね。ね、クラウドファンディングで森田と純平あれはね、驚きですよ本当、うん、なんかさ、当時のことちょっと思い出してもらって、うん、どうやって作っていったのね。まあ一回さ、山下くんと打ち合わせしたじゃん、みんなで。はい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 。まあラップやりたいですとか、うんうん、山下くんがほぼほぼ構成形的には決まってたんじゃなかったっけ。ラップやってサビは歌う、ね、メロディアスなの歌うみたいな。そうそう、結構ね、やりたいものがはっきりしてたね、うん、まあ、だからそれをもとに、あ、俺もイメージ湧いたから、お、まあ、まあそういうの好きなんだよ俺も。とりあえずラップをやって、サビでまあなんか歌って、いわゆる一つの歌詞を歌って掴んで、なんかそのもう一つセクションあるぐらいのイメージ、うん、面白くすると作品がハマったかね、歌詞が。そうだね、うん、実際歌詞もらって、うん、どうでした。いや、森田と純平って何やねんって本当だよね。俺よくあの部分作ったと思わないいや、まあそうだよ、曲本当そう、譲らないんだよ山下君いや、これは入れます、入れるっつって、これいや、で一回さ、白津さんに LINE してさ、あそこちょっと冷めないみたいな、 うん、それまでさ、すげえ韻とか踏んでさ、うん、結構いい感じで歌詞ね、やってて、うん、ここで大サビの前に森田純平とか、あ、どうみたいな、ちょっとね、白戸さんに、いや確かに俺もあれはないと思うわみたいなのがちょっと欲しかったで、うん、白戸さんもちょっとなって言ってるよって山下君に言おうと思ってたんだけど、うん、白戸さんもさ、いや、いいじゃん、ノリノリだ、おもろいじゃんみたいな飲んじゃねえ、おもろいと思った。まあまあ、うん、今考えればすごい面白い。そうそう、うん、まあ、自分の名前入ってるからねそれはそう、自分的にはそうだよ、ね、俺はなんかああいうのはいいなと思っちゃう派。いや、だから出来上がり、その曲もできてさ、うん、のした時、なんならあそこ一番かっこいいというか。あ、そう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 、うん、持っていき方とかね。そう、いやあれね、我ながらよくできたな、あそこ。いや、すごいよ、よく思いついたね、マジでね、すごくない？よくできたの、よく考えたら。本当だよ、あのね、本当曲って毎回奇跡だから。ああ、よく作ったな、はあ、感心してる自分に。あそこ行く前がさ、かっこいいじゃん、ドゥッ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 、あったあったね、あったな。ちょっと今ベース弾いてよ、ちょっと。いやいや、あの、ないんだよ瀬戸内海だから本当なんだカチカチって言うんです。そう、カチカチは違う、あのカチカチは蚊がいます蚊です。ひでえな、ひでえな。そう、まあだからね、すごいかっこいい曲で、で実際あの時は、うん、山下君から歌詞もらって、うん、でじゃあ曲なんとなく作ってみますみたいに言って、うん、で作って、うん、白戸さんが歌ったじゃん、まずこんな感じって。あれがまずかっこよかったんだよね、なんかね。あ、本当、うん、ただ今の出来上がったやつとは全然、そのなんていうの、割り符、ああ違う違う、うん、ね、だ最初にもらった歌詞、多分アイデアっていうか詰め込みたいもの詰め込んでたから、そう、めっちゃ多かった。そこから、うん、それとりあえず俺入れたけど、まあ、そこから歌いやすいように間引いて、うん、いったって形なのかな。いや、ああいうのさ、いわゆるな、仮歌っていうのかな、あれって、うん、仮歌だし、でもって感じかな、普通に仮歌でも、うん、あれさ、どういう気持ちで歌ってんの、うん、別に歌詞をはめようっていうだけで、うん、なんかやっぱちょっとカッコつけて歌うじゃん。あー、まあなんとなくそれはやりたいディレクションだよね、その、はいはい、やりたい方向性を示しとくは示しとく。いや、そうそう、だから僕らも、うん、その、まあ、例えばアニメとかでも、うん、V コンテっつって、うん、映像のコンテね、映像を作ったりするときに、まだこう役者さんの声がないときって、うん、あの、僕が入れたりするわけですよ、うんうんうん、で、まあ、アニメとかじゃなくても普通のじゃあ、番組とかでも、うん、ナレーションのとことか、ナレーションは自分でやるんだ、そう、尺をね
尺感をやっぱ見ないといけないからやるんだけど、やっぱさちょっとこう芝居するじゃん、うん、そのナレーションにしてもこの時なんとかはそう思ったのだったみたいな、あれをさこうクライアントさんとかとさこうチェックして聞く時ちょっと恥ずかしいよね自分で演技してるやつはね、なんかね、わかるわかる、うん、まあ俺は慣れたかな、慣れた、あれだったら女の子の曲とかだと俺その掛け合いみたいなやってるもんね、それをさ聞かなきゃいけないけど、あ聞か、俺は聞かないことないな、仮歌の人が聞くだけだけど、にゃおにゃおっつって、そうそうそうそれは何、そのアイドルの子になりきってやってんの、そう、まあそれは、うん、キャラソンとかかもね、にゃおにゃおだったそう、それになりきるっていう感じかな、あ、それ毎回なんかこうポイントとなる楽器とかそういうのは決めてやる、うん、やる、うん、それはやる、まあ、打ち込みだけじゃなくてこれはこれ取るぞとか、そうだね、まあ、ギター毎回入れてるかな、あそう、今回はアコーディオンみたいな音は絶対入れておこうかなと思ってたし、ああ、うん、劇場でも使ってたから、そうね、いやアコーディオンがめっちゃいいっていうコメントを今日聞いてたよ、ラッピー分かってくれてるよその人、いや分かってくれないとラッキーじゃないかな、これ、うん、いやかなりね聞き込んで、あのあれここのメロディーってオープニングのあのメロディーとか、あのすごい深くね読み解いて聞いてくれる、いいっすね、合ってる、それ合ってると思う、そうそう、メロディーというか、うん、一緒にした部分ちょっとあるんだけど、うん、天才じゃないですかその人ね、うん、ちゃんと聞いてくれて、なんかあとありがたい、覚えてることありますか、まあ、山下くんの印象、あ印象ね、うん、あ歌うまみたいな、歌ってか表現も良かったね、まあね、まあ、だから役者、それが役者なんだろうけど、や普通のアーティストとはちょっとやっぱ違ったよね、あそれをねすげえ聞きたいんだよ、聞きたかった、すげえっていうか、うん、あどうぞどうぞ、思い出した、 あ、いや、あのさ普通のアーティストの曲もやってるじゃん、うんうん、で、まあアニソンとかキャラソンとかね、うんうん、要は役者が歌う時、うん、この最大の違いをちょっと聞きたい、うわぁ声色じゃない、声色、ほう、歌ってるとやっぱ声色って変えにくいと思う、うんうん、真剣に歌っちゃうと、うん、それを心情に沿って声色を変えたり表現変えるっていうのが山下くんできたところじゃないかな、ほうと思う、ただ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 かっこよく普通に歌うんじゃなくて、うんうん、だからちょっとさお芝居入ってると思うんだよね、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、それが言いたかった、うん、それなんて言ったらいいんだ、言語化が難しい声色って言ってる俺、うん、声色変えてる、変え、うまく変えてる意識はないんだろうね、本人もちゃんとそういうふうにやってるから、うん、こっちとしてはそういうふうに捉えてるって感じ、それさなんかどうなの、アーティストさんはさ、うん、まあ本人で歌ってるじゃない、うん、でもちろん歌詞に思い乗せてとかね、いやでも声色なかなか変わんないよ、そうだって声色ってピッチぐらいなもん、そう、切なく歌うっていうのはさ本当ただ優しくなったりってことじゃなくて本当に泣きそうになりながらさ声を枯らしてたみたいな感じで、うん、ピッチ乗せる人っている、あんまいないけどそれをやってるって感じ、大げさに言うと、うん、そういう歌詞もいるけど、そういうただ切なくてちょっと優しくなったりみたいな歌い方だけじゃん、うん、そっちじゃないって感じ、声色って感じ、いやだから僕もその、まあ、前のロストソングでね、うんうん、作品であの白洲さんにもキャラソンいっぱい作ってもらったじゃん、はいはいはい、でまあ本当上手なさ声優さんたちとこう撮ってて、うん、結構感動して、その、うん、キャラソンって撮ったことなかったの自分で、うん、で普通のアーティストさんとかとはまあ仕事もしたことあるし、はいはいはい、あの音楽番組とかもやってたんだけど、はいはいはい、あのだから全然違うなと、そうだね、ちょっと言いたいことがあったかもしれない、分かった、そうそうそう、うん、違う、そうなんだよ、劇場型だね、うん、まあ、役者の歌っていうのはあれなんだろうね、劇中歌な感じだよね、そう、ある意味、ある意味劇に合わせて歌うみたいな感じ、うん、ちょっとさ眠いでしょ、しらって眠くないよ俺全然起きてるよ超眠そうだよね、
いやまあそうね、うん、そうだからあのキャラソンを撮った時にまあ、うん、あの正直ねこう可愛い萌え萌えのキャラのさ、うん、あのその感じの声である意味置いてくるというかキャラクターの声で、やりましたでちょっと成立してる曲とかもあると思うんだけどあるあるあるなんかそうじゃないさほんとまさになんかそういう劇場型というか、うん、あのお芝居歌なんだけどお芝居みたいな、はいはい、なんかそこにね結構感動したんですよ僕は、はいはいはい、あキャラソンってすごいんだなみたいなすごいっすね、うん普通の歌とはまた違うものがあるねだから、うん、キャラソンの面白いとこはそこだし、うん、で逆にポップスばっか聴いてる人はキャラソンなんて多分聴けないと思うしそうそうそうっていう感じ、うんまあ、そういう風に聞かないと聞けないやつかな、うん、なんか芝居入ってんなとか思われちゃうね、うん、小芝居入って恥ずかしくて聞けないってなっちゃう ねいやあれだからもったいないなと思ったんだああだからそれこそ好みなんじゃないああまあねそうもったいないと思う人もいるしいやいいよという人もいる、うんうん、そう演技はいいよという人もいるっていう感じかもねああすげえテンション低いいやあのね声を張り上げられないですよ夜だからそうかちょっと潜めて話してるああごめんね大丈夫大丈夫ちょっとわーっつってね、うん、わー限界っすねなるほどねテンションは高いっすよそっか大丈夫大丈夫よかったいやまあまあいろいろお話伺いましたけど、うん、はいなんかこうありますか今後やりたいこととかあのねまあうん曲さっきも言ってたけど出したいしねそのサントラじゃないけど出したいしあノクターン麦ねうん、うん、なんか他のキャストの曲もやりたいしねいやそうなんですよ主題歌やりましょう主題歌ねあれはなんだ山下くんのイメージソングじゃないけどなんつうんだあいのまあでもイメージソングかなでそれと別に作品の主題歌みたいなのも作っていいんじゃないかなとはちょっといや本当です思った途中でもまあ主題歌なしでも面白いねインストのねオープニングっていうの、うん、いやまああのオープニングがまずすげえかっこいいからね、うん、なんかさ感動会みたいのを作ってさ、うん、そこの挿入歌やろよかんあいいねだから歌物一曲挟みたいねわかるわかるノクターン武器にわかるエンディングでもいいよ特殊エンディングみたいな確かにね歌物やりたいしいやキャストもねあのいやみんな歌える人だからうんいいよねみんな歌えるよねできたらあのさ最初のさノクターン武器の告知の時まだ始まる前に告知で流してた音楽って覚えてる、うん、あるよもちろんもちろんあれも使えばあれ使ってるよ結構あ使ってんだ、うん、でもなんかみんなキャラが立ってて俺はもう台本読んだ時から面白えなってみんな個性がさ台本でわかるからねそうね、うん、あれは面白いよねいや結構いいキャラクターになってきてるねすごい育ってきてる気がするうん、うん、そう育ってあいいね育ってくるんだねうんいや作ってても変化してくるんだやっぱりするするまあ、それこそキリアとかも、うん、もっとなんかイケメンの、うんまあ、たまにちょっととぼけるぐらいのキャラクターの想定だったんだけど、うんまあ、やっぱ山下くんがアドリブとかをねいろいろ入れたりとかを考えるとあ結構ここまで振っちゃって大丈夫だなとか、うん、そのラインが変わってきてもう今やもう超大ボケ野郎だからねあれだって本当にオンラインでやってんでしょオンラインでってすごいねいやあれはねだからどうやって空気感を合わせたよねあだから一回ズームでこうやってねみんなで本読みっつって台本読み合わせして、うん、だから掛け合いの芝居は一応やるのよここでああで相手はこういう感じで来るからこうやって突っ込めばいいんだとかはもうみんなで把握してであとはでももう要は抜きと一緒だからそれぞれ撮ってもらって送ってもらってすごいねうんまあいろいろと語ってきましたがはいそろそろお時間かなとあらということで今回はちょっとスペシャルなゲストということで初めて音楽で入っていただいている白戸祐介さんに来ていただきました、まあ、同じ見すぎてスペシャルかももはやスペシャルではないかもしれないですいやいやいやもうカレーに入ってるらっきょうぐらいな感じ美味しい口につけていいはいということで
白洲さんありがとうございました。ありがとうございました。これテンション低いわけじゃないんで、夜だ、声が張りや夜だからです、うん、普段はねうるせえぐらいだから、うるさいですね、はい、どんな感じかっていうと、まあ、やめとこうマジさあれなかったよね。いやこんな感じですこれ今俺結構心臓ドキドキもっとうるさいよ、はい、普段もっとうるさいです、うん、はい、でも今は落ち着かないといけないんでこんな感じです。じゃあ夜にね見ていただければ。あ、いいですね、はい静かだな。はい、じゃあ白洲さんありがとうございました。よし、また今後ともノクタンゴブギも一緒によろしくお願いします。ノクタンゴブギ拾うね、見逃してくれなかったねそこはねどうしても今のは逃せないでしょノクタンゴブギはダメだよねノクタンゴブギダメですノクタンブギ、ノクタンブギ、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。します、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。